トローサは、スペイン、バスク州、ギプスコア県のムニシピオ。オリアカワ国に位置する。後半にわたる産業企業があり、その他様サービス業、銀行業、商業、公営企業がある。トローサは、フランスの都市、トゥールーズに由来する。1256年、カスティーリア王アルフォンソ10世が検証を与えトローサを建設した。当時の監修として、 すでにある巧妙な都市の名を新しい町につけたものである。ポルトガルにも同名の町がある。自治体内のサンエステバン地区からはおよそ9000年前の定住地跡が発掘された。ローマ化、キリスト教の伝来などギプスコア圏の中世初期は明らかになっていない。1200年にギプスコアはカスティーリアの一部となった。ナバーラ王国との国境に近いトローサ。 オルディシア、セグウラは防衛が強化された。トローサの原型は、オリア川に浮かぶ島で、監視塔を備え6つの門を構えた城壁に完全に囲まれていた。1282年にトローサは大火で焼け、山頂4世が新たな検証を与えて町を復興させた。フェルナンド4世、アルフォンソ11世もトローサの特権を承認した。 国民公開戦争でスペインへ侵入したフランス軍は1794年8月9日トローサを占領した。スペイン独立戦争でも再度占領の浮き目にあった。ナポレオンの遠征軍はトローサ近郊でゲリラ戦に悩まされた。1872年から1876年のカルリスタ戦争ではカルリスタが掌握する主要都市の一つとなった。 自治体市長は、ビルドゥのイバイリアルテサンビセンテで、自治体表議員は、ビルドゥ、8、バスク民族主義党、7、エウスカリ社会党、1、アララール、1となっている。トローサは、トローサ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ありがとうございます。